エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。今日も愛のエリリン部屋からお送りするエリリンチャンネル、エリリンビーム。はい、うん、先生、そろそろ秋じゃないですか。そうだね。秋といえば何？食欲の秋。ん？食欲の秋。うん。まあどん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 デブになってって、最近とうとう10キロ近くデブになったんで、皆さんこの冬はエリリン痩せますっていう予定。うん。まあ秋といえば、うん、季節の変わり ね、うん、そうですね、肌トラブルが多くなる季節ですね、はい、うん、なので今日は先生に肌トラブルを予防したい人におすすめの成分を教えてもらおうと思います。やっぱり秋になってくると、まあ、夏と違ってどん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 乾燥してくるということでね、皆さん乾燥トラブルっていうのが起こると思うんですけれども、じゃあ具体的にどういうことが肌に起こって、それをどう直したらいいのかっていうのを今日はお伝えしていきたいと思います。まず空気が乾燥してくると、どうしてもお肌は乾燥してきがちになってしまいます。お肌の乾燥を防ぐため、もしくはお肌の水分を保ってくれている、これは3つ考えるといいと思うんですよね。まず一つは、細胞と細胞の間を埋めている細胞間脂質、セラミドというものです。そしてその2つ目、細胞の中にあって細胞からの潤し物質みたいなのを作ってくれている天然保湿因子というもの、そしてこういうものが十分あることによって、いわゆる肌表面の角質水分量というものが保たれます。でも角質水分量が保たれたからって言って、これだけでお肌が潤ってるとは言えません。水というのはどんどん蒸発していってしまうので、この蒸発をさせないということが大切です。その役割をしているのが皮脂なんですよね。皮脂というのはお肌の表面にあって、角質水分量の水分が蒸発しないように、そういう役割をしている、ある意味蓋です。ラーメン食べる？食べます。油ギットギトのラーメンっていつまで経っても油の膜に守られて熱いじゃん。そういう意味で油ってやっぱり蓋をすることによって、まあ、中の温度も含め、あのラーメンだったら温度だよね、だけど水分を蒸発させない、そんな役割があるんですね。肌荒れが気になるこの季節、肌荒れなんで起こるのか、いろんな原因はあると思うんですけれども、乾燥によって起こってしまう肌荒れというのが非常に多いです。なんでかというと、お肌が乾燥してしまうと、まあ、簡単に言えばお肌の水分量というのも下がった状態になってしまいます。お肌の水分量が下がると、肌のバリア機能というものが落ちてきてしまうので、結果ダメージを受けやすくなって、赤くなったりとか痒くなったりとか、そういうことが起こってきます。なので大切なことは、お肌を保湿してあげて、お肌がきちんと潤った状態を保ってあげることというのが大切なんですよね。まあ、こういったものに役立つのは何かといったら、そもそものセラミドとか天然保湿因子、これを補充してあげればいいんじゃないと思うじゃないですか。そのために入っている成分を使っているものとしては、スキンバリアナノミルクというものがございます。これは非常に使いやすくてサラッとしてるんですけれども、セラミド、天然保湿因子、そしてこれを作ってくれるようなポリグルタミン酸というようなものが含まれているので、角質水分量を安定化させようというものが含まれています。そしてもう今売り切れちゃって地球上から消えてしまったんですけれども、 HFOHFO というのはヒアルロン酸です。ヒアルロン酸というのは非常に、周りの水をこうぐーっと抱きしめてくれるようなね、役割があって、水分をぐっと集めてくれるんですよね。ただ今までのヒアルロン酸というのは肌の中には浸透していけない分子量の大きさだったんですけれども、 HFO というのは肌の中に入っていくくらいの分子量なので、つまり HFO が肌の中に増えれば、ヒアルロン酸の特徴である水をぐっと抱きしめてくれる、こういう作用があるので、よりお肌の中の水分量に貢献してくれるはずです。ということで、保湿の第一歩として肌の中の水分量を増すということを考えると、セラミド、天然保湿因子が入っているスキンバリアナノミルク、そして HFO が入っている潤い、こういったものが非常に良いのではないかなと思っています。
で、そのそれに対するおすすめの成分を教えてほしいんですけど、はいはいはい、いいですか。はい、どうぞ。先ほどあったのは肌荒れを予防する、2つ目、シミを予防する。そうですね、シミを予防するときにはやはりね、ビタミン C、 これはね絶対にいいと思うんですね。でビタミン C っていうのは、まあ、細く長く使っていただくといろいろな効果があります。シミに対してメラニンに対して働きかけるということもありますし、それからハリを出すような働きもあると言われています。でそれ以外にも紫外線などで受けてしまったダメージ、もしくは活性酸素のダメージ、こういったものを取り除いてくれる作用もあると言われているので、非常に効果がある成分とされています。化粧品に含まれているものっていうのはものすごい濃度が濃いわけではないんですけれども、やはり王道かなっていうふうに思っているので、ぜひお試しいただきたいなと思います。そしてですね、シミをやっぱりできてしまったものって、肌のねターンオーバーを早くしてあげるとできたシミが排出されていくというような流れがあるので、そういう時にビタミン A の製剤を使っていただくととてもいいのかなと思うので、ビタミン C だったらホワイトシャインローション、ただお肌が敏感な方はブライトオイルがいいかな。そして排出していくメラニンのためにはビタミン A ということで、私のイチオシはグラナクティブレチノイド、そんな風に考えてます。 C と一緒に使ってもいいんですか？全然大丈夫です。ビタミン C とビタミン A を一緒に使ってはいけないみたいなことが美容赤さんで言われているんですけれども、これはね昔の理論ではそうなってた時期もあるらしいんですけれども、今はこれは別に一緒に使っても大丈夫だよってなっていますので、まあ、もし SNS の情報に惑わされている方いたら、これは使っても大丈夫なのでご安心ください。ただビタミン C もビタミン A もちょっと乾燥しやすくなるので、あまりにも強いとお肌が乾燥してしまうということはあり得るので、その辺は保湿をしたり使い分けてくださいね。テカリやみなつき予防、はい、まあ、これはですねやはり油田対策ということで、ナイアシンアミド、これはとてもいいと思います。まあ、皮脂分泌を抑制してくれる作用があるのでいいと思います。それ以外にもビタミン A には皮脂分泌を抑制してくれる作用があったり、ビタミン C にもあったりするので、こういったものを使っていただくことによって皮脂分泌がコントロールできるんじゃないのかなと思います。ただそれでももうすごい油田っていう方は、内服のお薬飲まれると良い場合もありますので、そういう方はクリニックに来ていただけるとそれに見合ったお薬処方できるのかなと思いますので、ぜひご相談ください。シワを予防、まあ、シワを予防するために一番いいのはやはりね、グラナクティブレチノイド、これで、ね、ハリを出すのっていうのは良いかなと思っています。そしてもう一つ、これは予防というか、まあ、効果があると考えていいのかもしれないんですけれども、ボツペプチドを使った地合い、これを塗っていただくと、このボツペプチドというのは肌の中に浸透していってくれるボトックス、ボツリヌストキシン由来成分が入っていますので、注射のボトックスよりはマイルドなんですけれども、肌表面のチリチリチリとしたシワ、いわゆるチリメンジワにとっては効果があると皆さんにおっしゃられてますので、ぜひお試しいただけたらいいんじゃないのかなと思います。なんかジェリーってアイクリームとか作られてるじゃないですか、うん、でも、まあ、肌トラブルで別の箇所が気になってはポイントで使うんですね。全然大丈夫です。私はセレブジアイっていうか、セレブボツペプチドとして過保中に使ってます。開発者特権でも、もうすぐフェイスクリームに入れようかなって思ってるので待っててくださいね。多分来年。じゃあまとめいきたいと思います。今、成分なんですけど、スキンケア方法、肌トラブルを予防したい人が大事です。まずはやはりですね、保湿はもう間違いないと思うんですよね。いつも言ってる通り保湿は絶対した方がいい、それからもう日焼け止めも絶対した方がいい、その中でどんな成分を使ったらいいかっていうのは肌質によって全然違うと思います。だから使ってみて自分が変化が感じられるものというものを使ってみるのがいいんじゃないのかなと思います。では皆さん、これからも一緒に成分を勉強していいスキンケアしてくださいね。